おはようございますこんにちはかもマスオさんおはようございますコニコニさんこんにちはルトさんおはようございます今は十時ってさめっちゃ微妙な時間じゃない おはようとこんにちはの間、ダイちゃんおはちの、プランドさんおはようございます、としやほー、ナオトさんおはよう、今日も可愛いね。えや本当？今日さなんか顔が寝起きすぎてさ。 やばいんだよね今日は七五三ですえっそうなのそうだっけ <laughs> そうなのってえっ七五三なんだおめでとうございますおめでとうございます <laughs> しげちーさんおはようございますえのちゃんおはようございますまるさんおはようジービーさんおはよう えっとのりか一さん昨日ありがとうありがとうおはよう <laughs> やぎたこに <laughs> ありがとうございますあわまさぼすさんハートいっぱいありがとうございます12345678910あ百100個百個ありがとう嬉しいハート寝起きなの寝起きではないかな9時に起きました 髪色落ちちゃいましたねそうなんですよなんかこの画面越しで見るとさなんか割と茶色って感じだけどもうちょっとなんかね明るいのね実際アウトでも11月の後半ぐらいにちょっと暗くするのでもうあと12週間ぐらいの期間限定になります <laughs> なんか期間限定って言ったらさちょっと特別感あるよねはたぴーさんおはよう今日お休みです いいな月曜日お休みいいよねフラらとサスと羽根よきありがとう嬉しい今週はメイク終わってるじゃんそう今日はあの学校に行くだけなのでもうアイメイクだけしました <laughs> まあサーモンさんおはようおはようハートありがとね あゆちゃんの七五三の写真を公開してくれてもあえ七五三の写真とか残ってるのかな残ってるかえー、絶対可愛いよね <laughs> なんか小さい頃ってみんな可愛いから絶対可愛いこうたさんこんにちはまささんおはようねッこあさんおはよう皆さん朝なのにありがとうございます ちごさんなのかいいなあの千歳飴めっとさあだっけめっちゃ好きだったなシアさんおはようございます絶対可愛いよねそうちっちゃい頃はみんな可愛いのラブてしか方ありがとうございます ずっとマスククだかららしし半分メイクしてないいい人多いらしいねそうなんかマスクをしてるのにファンデーションとかしたらさただマスクにつくだけだからまあしなくてもいいかなーっていっつもしてってたんだよでもなんかさああいう3げと5げなの授業がでその間の予言の授業の時に結構みんなでご飯食べたりとかするからマスク外すしと思ってメイクしてってたんだけどなんかもう今日はいいかなと思って。<laughs> しませんでした七五三写真見たいね,ねちょっと言ってみるねお母さんに聞いてみるね学校行くの偉いねそう月曜日だけなんですよ私なんかゼミがねたまたま月曜日にあって行かなくちゃいけなくてですねもうね大変なんです <laughs> なんで月曜日って感じだよね アットジャムどうでしたかアットジャムどうだったアットジャムめちゃくちゃ楽しかったです。あのー、なんかねすごい緊張したんですけどあのーこういうのなんて言うんだろう知らない方にたくさん,んラブチーヌのことを 知らない方に知ってもらえるチャンスだったのですごいねなんかみんなが覚えてくれてたらいいなって思いますねでもチェキの時とか初めましての方も来てくれてあの良かったですって言ってくれた方もいたのでなんか良かったな <laughs> って思います はい、私はあのお久しぶりに会うスタッフさんとかにも会えたしすごい楽しかったですまた出たいなと思いますおとといの寿司あゆちゃん何食べたのあゆはイカを2貫とタコ1貫となんか焼肉のお寿司みたいな <laughs> お肉の寿司1貫とポテトとあれなんだっけ軟骨。 の唐揚げ食べましん他の単位はすでに取れてるのいやあのオンライン授業なんで今コロナのあれで対面授業ができるのがゼミとかだけで対面のやつはゼミだけです土日ライブの翌日だけ学校そう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 ,そうだから来年は月曜日じゃないことを祈ってます 本当に行く気がねないもう朝起きてあー学校かーってなるみんなめっちゃ緊張してたよね面白かったそうすごい緊張してましたそうなんですよでもなんか みんなも多分もっと頑張ろうってなったと思います私もなりましたあゆがイカとタコを食べるイカとタコしか食べないんですよ私好きだから僕も新横浜新規だから新横浜新規あ新横浜横浜 <laughs> なほちゃんにチき取りに行ってからはまったおうありがとうございます嬉しいねはまってくれるの嬉しいね志麻さんおはようスカイマの猫さんおはようございますみんなおはようだよあそう聞いてほしいことがあって一ついいですか私は重大な発表をしなくてはならないでりりりりりりりジーん ポスカを買いましたイエーイー <laughs> ついにポスカをゲットした私は本物15食入りやりましたさすがに誕生日までは出なかったですん あのなんかいつもねこのあこ,めっちゃこういう普通のねペンでデコチキを書いてたんですけどやっぱりなんかポスカとかで書いてあった方がなんか綺麗だし豪華感がねあるからポスカを買いましたそう最強でしょそうデコチキをめっちゃ可愛く作れるようになったので皆さんぜひ あいいのでこっちキゲットしてくださいそうでこチェキ用に買いました私もねシールにね頼りっぱなしだったけどちょっと今度からは絵も絵っていうか描こうと思ってあ、生きしろさんおはようございますチェキ塗りつぶせるねあ塗りつぶしちゃおうかな <laughs> チェキたくさん買ってポスカからするとえコこうたさん買ってくれるの一 <laughs> 1枚買ってくださいぜひ <laughs> そうこれねセットで安かったなんかね細字買ったんだけどなんか太さがね太い、まあ、当たり前なんだけど太い方が高かったからねよかった細字が欲しかったから そうデコチェキとかってみんな自宅で書いてるのうん自宅で書いてますねあの事務所にね行くのがねちょっと面倒くさい <laughs> なんか何もない日に事務所とかに行きたくないからあゆはねあの 事務所で書いたりとかしても全然いいんだけどちょっとねお家で書いてました私はちょっと遅刻したら全然大丈夫だよまだ10分ぐらいしか経ってない昨日本番前に練習しましたがああいう突発的な練習はよくするんですかあのー、自主練は週に1回してて で、昨日のも昨日はちょっとあの私たち今毎日配信をやってるんですけど土日がそのライブが入ってるとその1人の子に負担がかかっちゃうから土日ね誰かがやるって決めちゃうとだからなんか昨日はたまたま練習風景をショールームで流そうってやったのでもう突発的ではないんですけどちゃんと、まあ、スタジオとかをいつも予約してもらってスタッフさんに。 やってますなので自練今先週かはその平日ちょっとみんな集まれなかったのでその本番前にやりましたね。画伯復活 <laughs> 先週のデコチキもなんか意味わかんない絵とか書いててさ本当に申し訳ないんだけど自分的には可愛いって思ってるのでも あこれめっちゃ可愛く描けたって思ったんだけどなんかスタッフさんとかには「何これ?」って言われた <laughs> 猫を描いたつもりだったんだけどね「デコチキ先週先週か先々週か」のゲットしてくれた方はちょっと見てほしいんですけどちょっとデコチキ気になっちゃうかもほんと なんかでもさいや、アヒちゃんすごいの書いてくれるのかなみたいな思ってさ買ってくれてさめちゃくちゃしょぼいのだったらさやだねフ <laughs> みんなの答え期待に応えられるようなチェキを書けないかもいやでも書くねちょっと塚山の猫さんも気になったら1枚ゲットしてみてください <laughs> 通より現場派の私までで欲しくなるではなるはいかあーじゃあ1枚 <laughs> みんなに1枚1枚って言って <laughs> いやでもあの現場でねチェキ取ってくれるのもすごい嬉しいんであの現場来られる方はねぜひツーショットとかも取りましょうじゃあそろそろ購入検討あじゃあトッシーのは。 塗りつぶさないとね <laughs> ちゃんと書くよ可愛いのオンライン地キは在宅勤務ですねオンライン地キはあそうですねなんか在宅ですね割とね乾かす時間とかがあるからねめちゃ時間かかるんだよね領収書は切ってないですよ <laughs> でこっち気になるテーマああたら買いますねありがとうございます嬉しいなんかそうやって買おうかなって思ってくれてるだけでも嬉しいですねありがとう自らハードル上げてしまったそう可愛いの書きますとか言ってめちゃくちゃなんか可愛くないやん」とか思われたらね恥ずかしいわ今後のポ「今後で今後のでポスカ使ってなかったら逆に正気だ確かに。 こいつ使ってないじゃんってなるね使いますでもこれはねなんかねチェキのねサインとかをね書くようだからねあんま使いいたくななんだよねなんかでこちきにこれを使ってたせいでペンいろいろんか出なくなっちゃってなんかその色の上に色をさ重ねたりとかするじゃないですか。 ななんていうのなんか上からなぞったりとかして乾かしてから描いたのになんかそれでね出なくなっちゃってペンが赤のペンとかだからこれは封印しますどんなの着てもネタにしちゃうから大丈夫あ本当にじゃ逆にめちゃくちゃ変なの描いてもいい <laughs> あおからさんラブチーノ大好きありがとうございます。 ラブそろそろ仕事に戻りますおありがとうございました頑張ってねお仕事あプロトンさんもそろそろバイバイありがとうソロぼチ全メンバー部の手紙欲しさあるえゲットしてよ手紙嬉しいねなんか欲しいって思ってくれるのも嬉しいね あゆは可愛い瓶詰いっぱい買ってあるのでねあの使わせてください <laughs> 変なの大好物本当じゃあスカイマのにこさんがゲットしてくれたら変なの書きますね特 <laughs> 福さんこんにちはありがとうございます 自己紹介してください自己紹介はいえっ、ー、とラブチーノの小西亜ゆです二十歳です誕生日は4月30日です趣味はゲームをすることで最近は動物の森のスイッチのやつをひたすらやっております よろしくお願いします <laughs> けどさやっぱ普段行かないメンバーの買うと書くこと困るじゃんえー、そうかな大丈夫だと思うよ私は書けるわとりあえず <laughs> 全然知らないしねトッシーのことそんなこと言ったらちゃんと書いたのに変なのって言われちゃうよ あー確かにでもそうだね1枚だけだとそうかもなんか2枚とかさ買ってくれたらさ1枚はちょっとネタっぽいの書いてもう1枚はめちゃくちゃ可愛くするとかやればいいんじゃないかなあ,ありがとうありがとうなんかすごい変な自己紹介でごめんねこんにちは <laughs> なんか聞きたいことあったら何でも聞いてください インダーが多いラブチーノそうだね確かになんかもうね二十歳になったら外とかで遊ばないですうん昔はめちゃくちゃ外で遊んでましたよ私も小学生の時はもうさなんかさ広場とかでさみんなで鬼ごっこしたりとかさしてた時期もあったんだよねでも小5からマジで外で遊ばなくなった 小学校5年生の時にあの教科書の歴史の教科書の裏に歴史のなんかトランプみたいなのがついててそれでみんなでね遊ぶようになっちゃって部屋でね教室でもうそっから外で遊ばなくなりましたね大富豪が一時期めちゃくちゃ流行ってた小5の時 動物の森ってバージョンアップしたそう実質最終アップ出らしい動物の森来週あたり1万3200円分検討する今週は戦略ああぜひぜひ来週どうしようかなじゃあなんかねもうテーマがね考えられない今週はとりあえずあの私服にしました ちょっとなんか可愛い私服にしてあのお家デート風の写真をチキをねいっぱい撮ったのでよかったらゲットしてくださいちょっと後でちゃんとツイートしますねレイさんこんにちはありがとうございます初見っていうマークがついてる <laughs> これさ何基準でさ初見とかさなんかなんとかとかつくんだろう全然わかってないんだけど 雪が降ってきたらまだまだテンション上がるでしょう,うん上がるけど上がるけど上がるけど電車とかが止まるのはめちゃくちゃ嫌だなって思うようになっちゃった <laughs>。なんか昔はもう電車とか止まってくれたらラッキーみたいな思ってたけど。 最近はもう全然思わなくなったな大富豪は必ず通る道だよねローカルルールあったりしてああそうだね確かに確かに大富豪はめちゃくちゃ好きでしたね一時期でなんかルールさなんか 何々入れていいとかあるじゃん例えばヤギリ入れていいとか J バック入れていいとかなんかそういうのをもっと知りたいなと思ってなんかアプリやり始めたんだよ大富豪のさコンピューターとできるやつそれでなんかいろいろルールも知れました誰か今度やろう <laughs> あゆちゃんは歌うのとダンスとどっちが好きえー 迷うね、そりゃその質問は。<laughs> え、めっちゃ迷うな。どっちだろう。どっちも大好きなんだよね。うんー。ええー、迷う。どっちだろうな。うん。 ちょっと考えとくね <laughs> えー、分かんないななんか歌は歌で好きだけど別になんか自分がその歌さそんなさ上手いとか思ってないから分からんしダンスもなんかジャンルによるなって感じうんええー、考える <laughs> 今週私服そう今週は私,は私は私服ですラブチーム大好きミニアさんありがとうございますリクさんこんにちは土屋さんこんにちは休憩取るのなんで見にくれましたありがとうございますエディキスさんとのたるさん桃も,もぐらしと昨日は一緒ですねそうです昨日は一緒でしたありがとうございました飛行機に乗るのでおお飛行機 ババイバイ大富豪大学でやるとみんなルール違って喧嘩になるよえっそうなのやってみたいメンバーで人狼をやったら誰が強そうですかえでもあゆめっちゃ強いと思う <laughs> 私強いと思いますねうんあとねアゆムちゃんとかなんか強そうなんかえー とか言いながら分か,かんないとか言いながらめっちゃ人狼みたいなありそうめちゃくちゃ森本環奈さんいるとこあ森本環奈さんいますよ私は小西あゆさんですが <laughs> タッピーブルーさん はどっちもいろいろなアイドルを見るのが好きななんて読むのこれリュウリ <laughs> バカすぎて読むなありがとうレインさん YouTube き動画企画あったら小西さんは何かやりたいあー私はとりあえずゲーム実況したいんですよね 一人だったらゲーム実況やりたくてみんなだったらなんか料理対決とかしたい三さん,さんで分かれてどっちがおいしいの作れるかみたいな <laughs> 見た目も味もやりたいな可愛い,いし絶対みんなのエプロン姿 あったら名前とか呼んでくれたりするのですかえっと漢字あれだよね。<laughs> これやばい。わらわらなんえお名前なんて読むか教えてほしいです。ちょっと漢字が読めなすぎえ全然あったらお名前呼びますよ。何でも <laughs> 今も呼びます。ちょっと漢字教えてほしいです。 個人的には歌姫の夢え、本当にありがとう。苦手なジャンンルのダンスとかあるのなんか昔クラシックバレエとヒップホップを同時期にやってた時があって <laughs> できなくてやっぱその姿勢が良くなっちゃうしヒップホップは。なんかすごいねできなかったんですよ。だからなんか多分ヒップホップとかは今でも。 ちょっと割とむずいのかなって思うでジャズだったらずっとやってるからできるんだけどゴリゴリのヒップホップとかは無理かな戻れないと思う <laughs> やってたけどねあいちゃん私た自身って大丈夫だよありがとう嬉しい あゆみちゃんんにやられるってのはえそうなんか天然なふりして考えてるみたいな <laughs> ありそうゲームしてる時って結構喋ったりしてるのかな一人の時はさすがに喋らないですけど「うわ」とか「うわ」とか「ういーとかは言ったりしてますね「<laughs> 花森さんこんこにちはバイオハザードの実況リアクションチーム」 ワイオハザードやったことないんだよねい怖い怖いよね絶対あっちんのさんこんにちは歌の印象強いけどダンスもめっちゃ上手だしね悩むいやーダンスもねち、うん、っちゃい頃からやってるから好きなんだよね結構 <laughs> ラブチーノ大好きレオマルさんありがとうございます アイムハマりそうな,なの <laughs> 星野さんねあれはしたたかな子でしたたか、うん、な子そうだねラブチしか勝たん鎌倉さんありがとうございますラブチーノのおこちゃま組はいつもマジで元気だよねうん元気だね 声がで、ね、でかい <laughs> 本当に声がねでかすぎる2人とも「アミーニャンさんそろそろ仕事に戻ります」ということで見に来てくれてありがとうございます「<laughs> バイオハザード,アド」ああ見たことあるゲーム実況をしてるのは見てるんだけど実際自分はやったことないけどやってみたいって けどなんかねえー、恥ずかしいね <laughs> なんかビビってる姿見られるの恥ずかしい <laughs> いやもうアイムとねナホはマジでね声でかいよめちゃくちゃ 声大きいんですよ本当に。お目目 <laughs> なんかえおエロに結構綺麗に引けてない？見てこっちのほう綺麗 <laughs> 本間さんもほぼ全員そうえ全員かな全員か「ラブチみんな声でかいよやばいよ <laughs> 本当に声でかいでもね頭おかしいって言われるめっちゃ頭おかしいグループって言われる <laughs> えあアイこの前さなんか得点会の時に なんかそのチキンのね時にね踊ってたのなんか普通に踊ってたらなんかヤバいやつとか言われておもろ一番まともなのにあゆちゃんは他のグループで仲のいいアイドルじゃいるのいないです 私が仲の良かったアイドルさんはちょっとみんなね別の方向に進んでおられます本当に昔仲良かったグループさんとかは結構みんな解散しちゃったりとかしててなかなかちょっといないですねでもあのーま、元アイドルネッサンスのこよちゃんとかは 浜に話したりとかもししますそそうねそんんななな感じかななんか顔見知りっていうかコラボとかしたことある方とかは全然いるけどなんかそんなめちゃくちゃ仲いいわーみたいな感じではない <laughs> かな <laughs> 確かにあやみちゃんの声特典会でくそうめっちゃでかいな声 <laughs> 前髪も目もきれい <laughs> ありがとう <laughs> 嬉しい 頭おかしは大正解頭おかしくないよ声大きいから昨日の動画特,特典もちゃんと声入って助かったああそうだねあゆはなんかナちゃんの声がでかすぎてってっ言われましたあゆ <laughs> の動画を撮ってくれた方がなおちゃんの声がでかすぎてあのめっちゃ入ってて。 いや本当に声でい,だ、ね、いいことだけどねあ今声大きくしよういないです <laughs> いないのあんままずねアイドルさん知らないんだよねご飯何食べましたか朝は食パンと中にチーズが入ってるウインナーと 柿を食べましたフルーツの美味しかったはあさんじとさんはあいってありがとうそれとかあかんああ仲いいねえ <laughs> んかいいねえだってそうねまだ覚えててくれてるかしらもう割とあでも1年 2年ぐらい経ってるからね <laughs> これから共演してみたいアイドルさんいる私本当にアイドルさん知らなくてマジでやばいレベルで知らないんですよだからあ全然わかんないですねでもあのアイドルって言っていいのかわかんないけどあの東京女子流さんはもうずっと前からすごい好きであの 前のグループだった時もなんかめちゃくちゃ優しくしてくれててすごい好きなのでまた同じイベントとか出られたらいいなぁとは思ってます頭おかしくねって話いくほんと <laughs> 動画っていいよねねなんか初めて動画昨日入場特典があって10秒撮影やったんですけど めちゃくちゃ久しぶりにねめちゃくちゃ久しぶりにっていうかやりました楽しかったブルママさんと今後ああ事務所のね方とか確かにお話し,しますねよみちゃんお部屋を久々に見れたありがとう嬉しいイサムこんににちは仕事中だからもぐに <laughs> ありがとう いやこのあと学校っていうのがもうダメですね <laughs> 事務所の先輩とかは確かに仲良くなりたいな兄ょ今日は えっと半ぐらいまでやりますね1時間じゃあ私の今日のトゥ do リストを作成しよう一緒にあなんか落ちた マセで可愛いですね <laughs>。舞台感激しましままたが舞舞台台を見ることありますか舞台は昔はあの私ミュージカルやってたので劇団四季とかすごい見に行ってたんですけど「アニー」とかも見に行ってたし「葉っぱのフリディ」とかめっちゃ見に行ってたんですけど最近は全然見てないですね。見たいなでも。 トゥーリスト今日は土日後の仕事ガチだるいそれな分かる今日は土日でたまった課題 やるあとはデコチキを作るあいなんかあるかね 来ました。はい。止まったよね、今ね。ごめんなさい。<laughs> このところラブチ運ない。昨日は仕事だし、二十三日の二十日は。前日。ワクチン。注射の、ああ、そっか。ワクチン二回目。 腹筋100円腹筋百回できないいう50回がいい <laughs> ミュージカル伝通しようとしちゃうからオタクも結構あそうだよねミュージカルね楽しいよねでも。 私も劇団四季とか久しぶりに見に行きたいな2回目はねしんどそうだねお薬飲んでくださいね大西さんが小西さんと漫才かデュエットやりたいって言ってましたがどっちがやりたいですか私は漫才やりたくないです <laughs> デエットの方が絶対いいよなんかね漫才、ま、ね一回なんかその昔ねその仕事で一回本当にガチなやつ台本も作ってもらってやったことがあってでもね本当にしんどかった <laughs> ちゃんとお客さんの前でやったんだけどねマジでね本当にお笑い芸人の人ってすごいなって思った からちょっと漫才やりたくないですね私はおととインフルエンザのお私もね12月にねインフルエンザの注射も受けますインフルもねなんか今予防接種なかなか予約できないらしいから楽しいね毎回少しずつ違うから そうだねなんかキャストさんとかさ変わるところもあるじゃんだからメンバーみんなでからえやりたいねまあいい演技するの苦手なんだよな <laughs> <laughs> あゆちゃんお笑いキャラではないなんか喋りとかトークとかでなんか そのいやなんとかでしょうみたいな感じにするのはあれのいいんだけど楽しいんだけどなんかザ「ザ漫才」みたいなのとかはちょっと苦手やな「や」って言うとやらされちゃいよいやもうやったからなやりたくないな <laughs> まあでもアイドルのファンの皆様はね優しいからきっと笑ってくれるであろう何をやっても。 演技指導は前さんがいるんだそう私ね昔ミュージカルやっててちょっと演技がちょっとね嫌だなーって思ったからなんか歌とダンスやるアイドルをね選んだんだよそうあ楽しいんだけどね好きなんだけどミュージカルは確かもう一回やりたいかもな ツッコミ担当になると思います。え、わかる。それはわかる。<laughs> 前みたいに。合間の。寸劇。みたいね。なんかね。なんか。ワンマンとか。でやりたいよね。 まあ舞台って割と高いもんねお金ね注射、ね、したのにその日の夜にお酒ええー、ダメじゃんダメじゃないの大丈夫なの私は最近ねお酒飲みたいなって思うけど我慢してるでもこの前なんか柚子の皮が入ったお酒を飲んだんですよ柚子 サワーみたいなめちゃくちゃ美味しくてびっくりしちゃった<ら>名前オープニングアイドル見ておみんな結構舞台見るんですねカーズンズンさんはじめましてこんにちはありがとうございますはじめましてダンスソロみたいなえ私意外と踊れるよ <laughs> 自分で言うのもあれだけどさいやそんなめっちゃうまいとかじゃない上手ではないけど踊れるか踊れないかで言ったら踊れると思うやりたいねでもさ次次 次かあのラ、ー、ブチーのはあのー、あいむちゃんがすごいダンス上手なんですけど次のねあゆむちゃんの生誕なんですよ次がなので生誕とかでなんかねできたらいいよねがあーそっかそっかかっこいいですねかっこいい <laughs> ありがとうお酒嫌いになった 嫌いになることあるかあるるかよね意外とは思ってないです本当ですかまあ昔前入ってたグループとかではよくなんかダンスだけワンマンでやったりとかしてたからそれ知ってる方とかはね知ってるかも昨日ワクチン接種してきたばかりなのでビールあルービーと サウナは自粛しましたお偉えらいルービーっていうのね <laughs> アイめとダンスバトルでもいいよ絶対負けるからやだよ <laughs> あゆそんなアイめちゃんみたいにバキバキに踊れないもんラブチーノのダンスは比較的おとなしいのでバキバキのお願いしますそうだねなんか今かわいい感じだからもうちょっとなんか かっこいいのもやりたいね。あ、B のまア、あ、さん、まだやってた。やってます。垂れ目め可愛い。ありがとう。もともとね、すごい垂れ目なんだけど、この前ナホに言われた。あゆちゃんって垂れ目なんだねって。<laughs> レッスン配信の時倍速でも普通に踊れてるあゆちゃんかっこよかった。あ本当？<laughs> <laughs> ありがとう嬉しい倍速楽しかったからまたやりたいな緊急事態宣言で家の宅飲みって読むのか家飲みが増えてからお酒を飲む量が減ったあいいことだね逆に確かに外で飲まなくなったからがっつりのダンスバトルならエビ中の <laughs> いやがっつりうん でもみんなで踊れたいよね。あゆさん声かわいいですね。ほんとに嬉しい。ありがとう。声、声褒めてもらえるのめっちゃ嬉しい。バブル時代を知ってますのあはは。<笑>汗汗 <laughs>。今度から気をつけよう。気をつけよう。倍速を、え、やりたい。なんかさ、定期公演とか今ないからあれだけど。 定期公演とかさ、できるようになったらさ、そういうのもやりたい企画で。あ、花丸さんが言ってくれたんだ。倍速ダンス。ありがとうございます。すごい楽しかった。昨日レッスンでね、倍速でね、やってみたんですよ。ダンスを。めちゃくちゃ楽しくて。キャーキャー言ってたけど。<laughs> ラブチの定期、行きたいかも。え、来てほしい。 やってないけど <laughs> やれるようになったらぜひ来てくださいお後あと約あと10分ぐらいですやめますねどうどうどうおーたまたま おじいいちゃんおおはようございます <laughs> おやすみなさーい倍速見てないけどいかちゃんバタバタしてそんなからでも意外とみんないけてたよねなんか <laughs> でもねすごいね疲れた倍速やばいぐらいね疲れました トリマリン生誕発言あそうだったんださっき海さんじゃなくて普通にローマ字読みしちゃってごめんなさい <laughs> 海さんだったえ来てねまた待ってリオン定期あったら楽しいけどまだまだラブチーを多くの人に知ってもらう段階なのかなそうだねでもさ1年ぐらい経ったらやりたいよね定期も。 <頭>に <laughs> さっきも言われたなそれ逆に横屋さん倍速の方がよかったですなんか書かれてたねキレがいいみたいなワンマンだとたくさん寸軒入れられるね確かに倍速の方はキ <laughs> レイちゃんだけ倍速にしとくかじゃあ <laughs> 倍速あ倍速はあの昨日のショールームの配信でやっちゃったので見られないんですけどあのまたやりたいと思ってるのでそしたら今度は SNS とかにも残すようにしますねごめんねちょっと今全然 YouTube とかにも動画がね上がってないから早く上げたいんだけど。 ラブチだけをたっぷり楽ししめる環境はたまに欲しいですやっぱなんか対バンとかよりもね緊張しないよねあのワンマンとかのえ緊張するんだけどなんかそのラブチーノを知ってくれてるファンの方とかが多いからね。倉敷さんこんにちは。 スローモーションもぜひあいいですねスローモーションやりたいね早着替えに定評のえそうあゆめちゃくちゃいつも準備早くてメンバーの中で一番準備早いんですよ着替えるのも早いすごいでしょ <laughs> なんかね早くね準備したくなっちゃうんだよね かわい,いねありがとう嬉しい曲作り頑張ってもらわないと確かにあっかずさんギフトありがとうございますハートアットホーム感が出るそう MC とかいつも結構割とガチガチに決めてるんですよ対バンの時はでもワンマンは 何にも決めなくてもなんかバーって喋ってればいいから。<laughs> 再生何回再生いくまで新しいとが分からないあそういうチャレンジをしてると思ってううってなってる時にやると多分いろいろ見逃しちゃうのでコメントとかもちょっと朝の起きてる時にねやろうと思って。 ロロプロの話ですけど MV のリップシーンは倍速えそうなのすご天才やねリップシーン倍速ってもう口回んないわ多分まゆ歌詞間違えそう <laughs> あっママセンさんバラありがとうございます2個20個 ありがとう。こんにちは、山神さんこんにちは。フルサイズそうだね、嬉しいね。はい、では告知タイムに行きたいと思います。えっと二十日がちょっとまだね出てないんだけどイベントあります。はい。あー釣りそう足。 らなかったで21日は2つイベントがあるんですけど <laughs> 詳しくは公式ツイッターの方チェックお願いしますで23日もありますイベントがプーさんプーさんってどういう声だっけははちみつ。<laughs> 群青ラプソリーの演舞まもなくあおほんと見てくださいみんないっぱいねここさ見て見えるこれ切れちゃってさ板がゆいんだけどすごくこ <laughs> 似てた え特技にしちゃおうかな <laughs> <laughs> 21いけるじゃんって思ったけどいけなかったあら残念で23日もなんかね素敵なライブが夜だったら23日は多分18時何分とかからの、ね、出演だったと思うのでよかったら皆さん遊びに来てください確実に小西さんでしたねほんと8 え、どういう声だろうね。は、は。は、は。<laughs> え、痛そう、そう痛かった。めっちゃにやにや運転してる。人になっちゃいました <laughs>。笑っちゃった。<laughs> <laughs> あ、お昼食べに行くかお先に、ありがとうね、海さん、見に来てくれて。 23日は本間さん前世グループああそうだね言ってたね確かにえ千1,145人もの方が入ってくださったんだありがとうございますこんな時間なのにありがとう嬉しいラブチーノ大好き 23日いけないけどあいけないよね残念よかったらぜひね皆さん来てくださいねはいということで内外ともに大人気のこに <laughs> あっミラリーリンコさんはじめましてじゃないでしょはじめまして <laughs> こんな時間だからなんだよえそうかなプーさん見られたやだ <laughs> あやおいさんまだ見れてないから早く生でおおぜひぜひ見に来てほしいですなんか12月の何4日違う5日かとかもうなんか4日か 三日ハちょ忘れちゃったけどなんか結構イベントのとかも詳細も出てるのでもし来られそうな日あったらぜひ遊びに来てください初めて配信見られてよかったですありがとう本当に嬉しいなプーさんのモノマネ極めを極めます <laughs> 頑張っとくね <laughs> フェスあっ5日でした皆さん5日ですすごい出演者の皆様がめちゃくちゃ豪華なライブですよね小西の配信が一番落ち着くえ本ほんとにじゃあ落ち着きに来てください皆さん毎週月曜日 <laughs> ほんまですか考えますええー、やわいさんぜひ来てください <laughs> 考えてください <laughs> ありがとうございますレイさんこんにちはありがとうピーコーさんラブジェシカカタありがとうございますじゃあみんなまた明日ね明日じゃないわ今度ねあゆも学校行って頑張ってきます 見に来てくれた皆さん本当にありがとうございましたあ、トッシュラブだよラブ月曜日にちょうどいい感じのあ、本当に確かに月曜日になんか朝からめっちゃあハハってなったらあれかもバイバイ月曜日に配信あ、そう私は月曜日配信してます学校頑張ってくださいありがとうありがとうみんなみんなもお仕事とか 学校とか頑張ってくださいイいイいえにゃー,ーバイバイありがとうバイバイお疲れ様一瞬だけの話し方ですありがとうございますありがとうねアンタビーさんもありがとうございますみんなありがとうラブだよ <laughs> バイバーイありがとうあっおさぼりたいももりちょ頑張ってお仕事できてくださいありがとうケンちゃんありがとうまたねバイバーイまた、ね、終わります